え今日はですね、見え方のいろいろ、多様性を受け入れる社会へということで、えー、お話を50分ぐらいさせていただきます。えー、っと、あれですね、共通スライドがあったはずですね。どこだあっ、これ。えー、っとですね、最初にあのコード o ジャパンサミットの共通スライドですけれども、えー、行動規約と参加時のお願いということで、 えー、サミットは参加者セッション登壇者スタッフみんなで作るイベントです誰もが参加しやすいサミットを共に考え共に作ることを目指していますお互い敬意を持って価値観を認め合いながら建設的に意見を交わしましょうでそれぞれが文化的及び個人的なバックグラウンドがあることを理解するように努めましょうということでお願いいたしますえっとですねあなたがハラスメントを受けている場合 えー、あるいは誰かがハラスメントを受けていることに気がついた場合は、またその懸念がある場合は、すぐに各トラックの常駐スタッフ、または Code for Japan 担当者に連絡してください。まあ、今、表示されているところに連絡してください。で、あとは、協、え、賛、ー、とかご協力あ、こういう会社からいただいています。はい。ということで、えー、始めます。えっ、ー、とですね。 まずもういきなりなんですけれども、まあえ見え見え方というのはいろいろあるんですが、まあ今日は一番最初にロービジョン弱視という見え方についてちょっとご説明します。えっ、ー、とこの写真にあるようにですね、この男の子はあのー、なんか雑誌かなんかを読んでるんですけれども、まあ本当にすごく目の近くにこう近づけてですね、ようやっと字が読めると。 っていうようよな子供ですねだからすごくこう視力が弱いわけですまあ、このような人たちのことを弱視ロービジョンと言いますでロービジョンはですねの人は、まあ、いろんな道具を使ってなんとか普段の生活で便利なようにですね、えー、と頑張ってるんですけれどもまあその中で三種の神器と私が呼んでいる、えー、とルーペで単眼鏡拡大読書器っていうのがあるんですねででここれはですねのの写真のように えー、左上だとこうルーペですねこれは、まあ、文字を見る時とかに拡大して見るものでその下、えー、とこの女の人が持ってるの「単眼鏡」でこれは、えー、外に出かける時に、えー、と使うものですねでこれを持って出かけてですね例えばあの駅でに着いたらあのどっちのホームがどこ行きだったかなっていうのをこう普通壁に書いてあるんですけどもそれが読めないのでこういう単眼鏡とかで読むと。 で例えば目的の建物についてもそのビルの名前とかが、まあ、読めないことが多いので、まあ、こういうものを使ってなんとかビルのその看板を読んでですね目的の建物にたどり着くとっていうように、えー、と外に出かける時に使います。で右側では拡大読書器といってですね、うん、あのここにあるように下に本を置くと,、えー、とその上にカメラがついてるんですね。 まみ拡大して見やすくしてですね。それでまあこういう道具を使って本を読むというようなものをロービジョンの人は使ってるんですね。ただ、これ3つともですね。結構高価であのー、なかなかこう買えないんですね。で、例えばこの拡大読書機っていうのは、もう20万とか30万円ぐらいするとということでまあ、とても大変なので、私がですねスモ。スマートフォンを使って。 えっと、これが全部できるようにしたアプリっていうのをね作ったんですよ明るく大きくってアプリなんですけどもこれを使うと、まあ、今の3つの道具が、まあ、これ1台で全て同じようなことができるというようなものですでまあこういうふうにですね本を読むこともできますしこれちょっと iPhone だから小さいですけど iPad とかを使うとすごくあの便利に読めると思いますであのー このね明るく大きくっていうのは、えー、目が悪い人用に作ったんですけれども、まあ、使ってみるといろいろ面白くてですね、あのー、ここにあの今のね、えー、と千円札ありますけどもうすぐ新しい千円札に変わりますけれども今の千円札これねいろいろ偽造防止用にいろ、あのー、んなこう印刷で細かいこう、あのー、トリックが入ってるんですね。 で、それを明るく大きくでちょっと見てみます。これ、あの私の iphone でえっと私の今の仕事部屋の机の上でこう千円札見てるんですけども、この千円札の裏の右側のですね。線っていうこう1000円っていう文字の横に桜が3つありますよね。で、この3つの桜を明るく大きくでちょっと拡大してみますね。はいで、そうすると花びらのあのおしべのところ。 にちょっと丸じゃないものがここ今青く丸をつけたところですねでこの一番上のえっと桜のところはねカタカナで「に」って書いてありますねで真ん中の桜はカタカナで「ほ」っと書いてありますねで下は「ん」って書いてありますだこれ「にほん」っていう文字が実はねこの千冊の右上に隠れていたとでこういうことが あの明るく大きく使ったらね分かったんですねですのでその目の悪い人用に作った技術っていうのは実はこう目がいい人にもねいろいろ役に立つとだから困ってる人のための技術っていうのは実は万人に役に立つんじゃないかってことをまあこれを通して私はこう分かったんですねでそのロービジョンの方っていうのはま視力がだんだん失われていきます で大体こうその症状で止まるわけではなくて、まあ、徐々に徐々にですね10年ぐらいかけてゆっっくくりこう失明に向かっていくといいとう方が多いんですね,でそ,のですねそのうち見えなくなるのに、まあ、なぜこうやって今見せなきゃいけないのかっていう話なんですけれどもこれあの子供用のです、ね、とっとこ動物園っていう中村さんっていう方が書いた絵本なんですけれども、まあ、これを見てください。 このトトコ動物園の表紙にねえとちょっと灰色のものが載ってますよね。でこれ皆さん何か分かりますか多分みんなわかると思うんですけどもこれゾウですね。でゾウさんなんですけどもあの大きな点がねたった20個ぐらいあるだけでなぜか私たちこれゾウって分かっちゃうんですよね。なんかこれが鼻だとか。 でその右側のここ見てください白と黒真ん中辺ですね。でこれもねたったね10個ぐらいの9個かなの黒い点でできてるんだけどこれ皆さん何か分かりますよね。パンダですよねでその隣ライオンでこれなんてただのこうね L 字型のものなんですけどキリンってすぐ分かりますよね。でフラミンゴでフラミンゴを狙ってるワニーとかね。 えっと分かると思うんですけれどもこれすごく不思議だと思いませんかこうたったこれだけの情報量でなんでこれがパンダだって私たち分かるんでしょうかだそれはね私たちがね一回そのパンダを見たことがあるからですね。写真でも実物でもえっとパンダっていうのはこういうものだっていうことを一回見たことがあってそれが頭の中でこうちゃんとねパンダ の形とか色とかっていうのが記憶されているので、こういうふうにすごくデフォルメしてあの粗くしてもパンダってわかるわけです。でこれをねあのさっきのロービジョンの人に置き換えてみると、まあ今はねそのわずかし視力が残ってると、その状態の時にまあいろんなものを見てもらう。そうするとまあ将来例えば10年後に あの完全に視力が失われた時でもまあパンダって言われるとですねなんとなくこうパンダのイメージが頭の中にこうできますねでそれがえっと生まれてから一回も見たことがないものの名前を言われてもですねやっぱちょっとこう想像しづらいだからあのちょっとでも視力が残ってるうちにいろんなものを見たりとかね外に出ていろんな人と会ったりとかそういうふうにした方がいいんじゃないかなっていうことでまあこのアプリを作ったわけです。 で実はねアプリじゃなくてメガネ型のやつもね作りましたでこれは、えー、と私が取締役として参画している v i シオ i o n っていう会社のメガネなんですけれども、まあ、このメガネをかけると、えー、簡単に言うとですね夜暗い夜道を歩いても昼間のように明るく見えるっていうメガネなんですね。で、まあ、いろんな機能があるんですけれどもあのそれもカラーであの見えます。 これイメージ図ですけどあの公園がね真っ暗い公園を歩いててもろうそくの明かり1本ぐらいあればもうこのようにですね昼間のようにフルカラーでが見えるという眼鏡です。であの今までですねそ明るく大きくっていうのをこうアプリで無料でやってきたんですけれどもまあこういう道具というものを、えー、作っていくということに今取り組んでいます。 で、これ実は、あの、明るく大きくと似たような機能なんですけども、全然別々に開発したものでして、まあ、もともとこのメガネはですね、あのホヤツさんっていう、えっとメあの、レンズとか作ってるメーカーさんですね。そこが、あの、社内ベンチャーで作っていたものなんですけども、それを独立して新しい会社にしたんですね。はい。これがロービジョンでしたね。で、次、白内障っていう見え方について、ちょっと説明します。 まあ白内障っていうのは目の中ねここにあのレンズみたいなものがありますよね。で、まあ、これ水晶体っていうんですけれどもこの水晶体が子供の頃は透明なんですけれども年を取るにつれてだんだんこれが白く濁ってくるんですね。でそれによってまあ焦点が合わなくなったりとかあの視界が暗くなったりとかですねそういうことが起こってきます。 でまあ、ちょっと話が変わりますけれどもそのクロード・モネっていう画家がいますよね皆さんも知ってると思いますがあのスイレンの絵をたくさん描きました。でまあフランスとかに行くとモネの専用のねそのスイレンの部屋とか、まあ、ある美術館もあるんですけれどもまあ、このモネはねこのスイレンをジベルニーっていうあのパリ,パリから 車で50分ぐらいでですかねのあの近郊の町で描きましたでこれは実はモネの自宅でモネの自宅の中にこう池があってでその池にスイレンがあったそれを毎日こう自分の家で描いていたですねでまあ本当に何百点何千点たくさんの、えっと、スイレンの絵をモネは描きましたでそのモネのジベルニーの お庭のの中に日本橋橋という橋がありますでこれはねあの一回壊れたの後からこう作ったものでちょっとあんまり日本の橋に見えないんですけどああのまあ、太鼓橋ですねいわゆるでそういう橋がここにかかっていますでこれ2015年の写真ですけれどもまあ今でもここは訪れることができるんですけれどもこの橋の絵をモネはたくさん描きました。で年に まあ書いた絵ですけどもこの時はもうすごくこう鮮やかでこれが次の年ですねでこれが1905年なんですけどちょっとこの頃からなんとなくこう作風が変わってきたというかこ,こ日本の橋ここにあるんですけれどもちょっとはっきりわかんないですよね。 そのぼやけててで木とかもなんかちょっと雑になってきてるしあと色もあのさっきすごい緑だったのにちょっと赤っぽくなってきてますよね。1918年の絵だともう橋かどうかさえもわからないぐらいですねこう原型をとどめていないで本当にぼやーっとしか見えてないというかそういう絵になっています。で1919年ですねこれは。 だだんだんですね年代が進むにつれてもう22年だと、まあ、形もあんまりわからないしこう色もほとんどこう赤くなってしまっていますね。24年だともうかななり暗くてこう赤くなってて赤っいるとで全部並べるとですねこんな感じなんですけれどもまあ、若い頃っていうか1899年に描いた絵はすごく綺麗だった綺麗だったというかはっきりしていて。 まあ、その明るかったですが、まあ24年に近づくにつれて、まあだんだん形がぼやけてきて、色もその赤く暗くなってくるとっていう風になってますよね。これどうしてだと思います。皆さん。実はあの話の流れでわかると思います。けれども、あの漏れはね。すごい白内障だったんですね。それも両目とも白内障だったで、白内障っていうのはやっぱり形がぼやけてくる。 あの,のとあともう一つですねあのだんだん赤茶ゃって見えてくるとっていうその特徴通りにこうモネはこう白内障を侵攻していってでそれで自分の見た通りの絵をあの描いたんだと思うんですけどもしかしたらまあねわざとあのデフォルメして描いてる可能性もありますけれどもまあ僕はこう モネがね自分の見えた通りに描いたんじゃないかなと思ってるんですけれどもでまあ、こういうふうに白内障が進むとこういうふうになるとっていうことが、えー、とモネの絵でわかります。でこれ白内障が、えー、との人がねどういうふうに見えてるかっていうのはわからないんですよね。その人の人の頭の中のぞくわけいかないから人はこれをどのように見えてるかっていうのはやっぱわかんないですよね。 で,でもこういう天才画家が書いてくれると「ああ白内障ってこうなんだな」っていうふうに分かるんですね。でですね,でですね子どもの頃に見た空は青かったっていうふうに皆さん思いませんか、えー、子どもの頃はね空が真っ青に見えたんだけどなんか最近空はそんなに子どもの頃ほどは青くないな 感じることありませんかね私はそう感じるんですけども、まあ、これはあのね公害が進んできて空が汚くなったとか、まあ、そういう理由ではなくて多分あ,のあなたの目の、えー、と理由だと思います。でさっきねあの水晶体が濁るあの赤茶ゃけてくるって言いましたけどもこれがね本物のその論文から撮った水晶体の写真です。 で生後6ヶ月ぐらいまだ小さいですけどはほんに無色透明8ヶ月12ヶ月すごい綺麗ですけども25歳ぐらいからちょっと茶色くなってきますよねで47歳60歳70歳になるともうどんどんこうちょっとね茶色っぽくなってくるとで82歳とか91歳になるとかなりもう茶色いとでこういう状態になると、まあ、茶色だけじゃなくて濁っているのでさっきのモネみたいな見え方になってしまう で光もあんまり通さないと暗くなるしあの特にですね、あのー、青の光が通しづらいですねあの波長の短い光はこう濁ってるところに入ると乱反射してこう通過しないでもう全部跳ね返ってしまうので、えー、と青い光がないっていうことはこういうふうに水晶体が変わるのであ、まあいう風に見えてくると。 それでえっ、ー、とまあねもちろんこ,うこの80歳の状態の時に見た空と8歳の時のね状態の時に見た空っていうのはやっぱ8歳の方が青かったはずなんですでもなんか人間はね脳がすごくすごくてこうどんどんゆっくりこれが変わってきますからそれを脳がね自然に補正して、まあ、同じような青に見えるようにこう思ってるんですよね。そういういうにえ、えっと、脳が補正してる うん、でそれが証拠に、えっと、白内障になるとその濁った水晶体をこう取り出して人工眼内レンズっていうのを入れるんですけれども、えっと、人工眼内レンズ入れるとこう濁らなくなるからまた見えるようになるんですけれどもこれちょっと右の絵を見るとみんななんか黄色いですねこれ人工眼内レンズっていうのはどうせだったら無色透明にした方がより綺麗に見えるので何で無色透明にしないんだろう と思います皆さんこれどうしてかというと,、えー、と例えば82歳のこの状態の時にねこれを取って急にこう真っ白なのを入れると,、えー、と視界が全部、ね、真っっ青になっちゃうんですよ、えー、とその脳が今までごまかしてどんどん青をこう強く見えるようにしてたのが突然このねまた青が本当に目に入ってくるようになったら全部が青く見えちゃってもうなんかとてもこうギャップが大きくて。 まあ生活するのがまた大変になるのでわざとねちょっと黄色くしてんですよだから40歳ぐらいの見え方にしてるんですね多分ねうんそれでまあちょっと戻してやると完全には戻さないとっていうようなことをやってますあと、えっと、これ皆さん見てほしいんですけれどもこれ「走れメロス」っていう小説なんですが、えー、右と左どっちが見えやすいでしょうか、ね これねえっと人によって違うと思うんですけどなんかこれ対面の講演の時は手を挙げてもらうんですけどまあ私だとうんと右側のね黒地に白の方が見えやすいんですがまあ若い人だと多分左側の白地に黒の方が見えやすい人が多いと思うんですねで黒地に白の方が見えやすいっていうのはあの白内障の症状なんですねどうしてかっていうと 今の白内障の方ってこうこう白が多いとですねそれがすごくまぶしく感じちゃうんですね。でまぶしいことによってこの字の部分もちょっとまぶしくて読みづらいで黒の方が読みやすいっていう感じになります。で私の「明るく大きく」ってアプリは、えっと、まあこんな感じで、えっと、今この右上のやつをアプリで見るとこの下の感じになるんですけども。 あのー、やっぱ白内障の方が見えやすいようなモードもつけてます、はい。これが白内障でした次にですね色覚異常っていう見え方の話をしますで色覚異常、まあ、色弱とかいう場合もありますけれどもこれは何でしょうで多数の人とは異なる色の見え方とか、まあ、そのような見え方をするような人のことを まあ色弱とか色覚異常って言いますね色覚異常っていうのはあの医学用語なんですがまあ異常っていう言葉が入ってるのでちょっと嫌がる方がいらっしゃるので色弱って呼ぶ場合も多いですね。でこの色鉛筆の場合だと左上が一般的な大多数の人が見えてる色ですけれどもまあ右上とかですね左下。 がまあ色がいわゆる縮尺って言ってる方が見えてる色ですねで、まあ、見分けにくい色があると言われてますが、まあ、これね右と左、まあ、上から3本3段ありますけれども右と左全く同じ色に見えますよね、まあ、そのように作ってあるんですけどこれはね色覚以上の方が見るとこう見えるんですけど元の色は。 このような色な色んで,す、ね、でこの例えば上だと緑と赤でこれが色覚異常の方が見るとこうやって全く同じような色に見えるで真ん中だと,、えー、っと水色と、まあ、ピンクとかもまあ似たような色に見えるっていうような感じですねあとですね見分けにくいっていうだけではなくて見えにくいっていう色もあります。それはどういうういい色かというと まあこういうい赤ワインのような濃い赤の色がまあ見えないですね見えないっていうのは黒に見えるイコール黒に見える何も光が入ってこないのでということなんですけれども、あのー、私たちこう赤外線っていうのを目に見えないですよねその赤よりさらにこう波長が長い赤外線でまあだから色弱の人はその赤外線がもうちょっと 普通の人早く来るみたいな感じです、ね、もう赤の時点からちょ,ちょっとずつ見えなくなると,というような感じの、えー、色弱の人がいますじゃあ日本人にどのぐらい、えー、と色弱の人がいるのかなっていうとですね大体あの強い人も弱い人もいるんですけれども、まあ、女性だと200人に1人すごく少ないですね女性は。 でまあ、世界で見ても、えー、日本だとまあこの黄色いところは約3から5%なんですけども欧米ヨーロッパとかアメリカだとまあ約8%男性の8%が色弱だと言われていますだから日本よりずっと欧米の方が多いですね。でどうして起こるかというとですね、まあ、これ詳しく説明するといくらでも時間かかっちゃうんで簡単に言いますけどその目の色を見る細胞で 水体細胞っていうのがあるんですけどもこれには3種類あるんですねで3種類の細胞がそれぞれ、まあ、どのぐらいの波長の光が当たるとあの反応するかっていうですね波長がちょっとずつ違う3種類があります。でその3つの、えー、と水体細胞の、まあ、信号を脳で解析してで脳がまあこの色だっていうふうに判断してるんですね。でところがその この M, M 水体と L 水体がどっちかがない人とかですねもしくは L と M がもともとちょっと近いんですけどもそれがさらに近くなってしまっているそういうふうに生まれつきになっている人がいましてそういう人が色弱っていうふうになりますまあ種類は3種類ありまして1型2型3型 P 型 D 型 T 型っていうんですけどもあのー ねどの衰退細胞に原因があるかということで、まあ、ちょっとずつこう。見え方が違ってます。でえー、1型と2型がほとんどですね。3型っていうのはもう本当に少なくて、何十万人に1人とかそのぐらいしかいないので、まあ、ほぼあんまり見れないので、まあ、色弱っていう方はほとんどが1型か2型だっていう風うに考えてもらっていいと思います。 で色弱の人の見え方っていうのはねどういう見え方かっていうのを、まあ、さっきのねその、えー、とモネクロード・モネみたいに、えー、と色弱の人の頭の中見たいですよねどういうふうに見えてるか。でねなんか赤と緑が区別できないっていうけどどういうことなのって。 でそれを見えるようにする分かるようにするアプリを私が作りましたこれ色のシミュレーターっていうスマートフォンで動くアプリなんですけどもこう難しいこと飛ばしてですねまあこれを使うとあの色弱の人の見え方が分かりますでねこの間何年か前にこれ何年だったかなえっとヨーロッパのサッカーサッカーのチャンピオンズリーグで、あのー、戦ったんですね戦った2チームが えっと、ユニフォームの色が色弱の人が見ると全然分かんない区別できないっていうことがあってすごく問題になったことがありましたでこれどういうことかというとですねあのこの下にあるように、えっと、赤いユニフォームと緑のユニフォームは敵同士で着、えっと、てたんですだそうするとあのこれ色弱の人が見るとですねこんな風に見えるんですね これあの私のさっきの作った色のシミュレーターっていうのでえっとどういうふうに見えるかを試した写真なんですけどでそうするとまあユニフォームに似てるようだしあとこう芝生も似たような色だからなんかもうどこでどういうふうにプレーしてるのかなかなかわからないということでこれちょっと問題になりましてでそれであのやっぱりヨーロッパすごいですね。そのサッカー協会が まあ今度からそういうね大切な試合ではユニフォームの色が色弱の人が見てもちゃんと区別できるような色で戦いましょうということをこう決めたとっていうようなことがありましたね。あと花や見に気が付かないってことがありましてでこれ色弱の人が見てる図なんですけど私のえっと友人の伊賀さんっていう方が八重洲 東京駅の八重洲の近くで撮った写真なんですけれどもこれ何かわからないと思って彼は撮ったんですねこの写真。で私たち色弱じゃない人が見るとすぐわかるんですねこれ実はこれサルビアの花だったんです。でサルビアの花っていうのはえっと花の形がなんかちょっと花びらとか分かりにくいのでこうはこれ見るとですねこう,こういうふうになんか葉っぱがたくさんあるような花がないように見えちゃうんですね。 でこういうこういういものがちょっと気が付きにくいですね。ここに花があるっていうのが。あとトマトとかもそうで、これ私のあのおじの家のでもらってきたトマトなんですけども、あのまあ、上の方はこう赤くてね、売れてるけど、下の方はまだ緑で、ちょっと酸っぱいですよね。で、これが色弱の方が見ると、なんか似たような色に見えちゃうんですね。なので こうもうこれ熟してるからとってもいいかとかでまだ畑にあの置いとくべきかっていうのがなかなかわかりづらいとあとお肉ねこれあの飛騨牛なんですけど私が買ってきたやつでこれがえ普通すき焼きをするとするとねこれ煮えてきたらこう茶色になりますよね赤あのまだ生だったら赤いけれどもで 色弱の人最初からちょっと茶色っぽく見えてるので、えっと、まあね、こう焼けたかどうかっていうのが、あのパッと見はちょっとわかりづらいですよね。その焼けるとこうだんだん縮んできたりとかするので、あのよく見るとわかるんですけども、普通の人よりはこうわかりづらいとっていうようなことがあります。あとエレベーターでね、そのボタンがこう押せなくてこう、ま エレベーターの前で戸惑ってる人とか見たことあると思うんですけどもこの8っていうね8階に今エレベーターいるんですけれどもこれ色弱の方だとこれすごく見えづらいですよねよく見ると8ってわかるんですがなかなかえっと見えづらいと。でこれ今あのこういうボタンのエレベーターってあんまりなくてあのみんな LED でこう綺麗に。 もっと明るく光るようになってるので今だともっとね見えやすいと思うんですけどこのランプでやってるタイプだとちょっと見えづらいあとトイレのマークとかねこれあの実際にこういうマークがあるわけじゃなくてちょっと私が改造したんですけど例えばこういう男性女性だったとしたらこれ色弱の人が見たら逆に見えますよね女性の方が青くてで男性の方がちょっと黄色いから。 たこれだと間違っって入っちゃう可能性ありますすよねですねでまあ色弱の人がねそのそうやって同じに見えてしまうとか見えづらい色があるっていうのをまあそういう不便を解消したい解消させてあげたいと思って私が作ったのがこの「色の眼鏡」っていうアプリなんですけどもまあこのアプリを使うと例えばこの場合あのね ポピーひなげし畑ですけどもこどこに花があってどこにね草があるかっていうのがこうこれをアプリを使うと結構こうやって点滅して、えー、と分かりやすいとあと色の名前ですねそういうのが表示することができたり、まあ、例えば紫を見つけるとかですねそういうような機能もありますでこれも全部あの無料であの皆さんに提供してまして 今まあ100か国ぐらいでですね使ってる人が100万人以上使ってる人がいるっていうアプリですね。でまあこれ出してですねいろいろユーザーさんからあのお礼の言葉とかそういうのが来るんですけれどもまあ例えばねあの服服洋服を買うときに なんか変な色の洋服を自分が思ってたのと違う色の洋服を買ってきてしまったっていう失敗談を持ってる人がいてで私のアプリを使うとあのちゃんと間違えずに茶色い服を買えましたって言った人がいましたでまあこれ確かめてみるとやっぱりねこう茶色と緑すごく同じに見えてしまうので、あのー、そういうこともあったのかなと思いましたあとこういう路線図とかもねすごく見づらくて。 あのー、同じように見えてしまうあの線がありますよねだからちょっと見るのに時間がかかりますでそういうのが見れるようになったとでそういうのはあのすごく喜んでいただきましたでねえっとユニバーサルデザインという話をこれからしたいと思うんですけれどもユニバーサルデザインっていうのは障害があるないとかですね 年齢とか性別人種そういうものに関わらずあのみんながですね使いやすいそういうデザインのことをユニバーサルデザインって言います。で例えばライターとかねストローっていうのは実はユニバーサルデザインって言われてるんですけどもこれどうしてか分かりますかこれねあの面白い話なんですけどえっとライターがなかった時っていうのは 何でで火をつけるでしょうマッチですよね。でマッチで火をつけるっていうことを、まあ、皆さんちょっと想像してほしいんですけどでマッチの箱を持ってで片っぽでもう片手でマッチを取り出してで箱の横にこうシュッてこうすり合わせて火をつけますよね。でその時は必ず両手が必要ですだから片手がない人はマッチで火をつけるっていうのはすごく大変だったわけですね。 でそれがこのライターの発明によって片っぽの手がなくてもあの火がつけれるようになったと。でこれ実際にライターを発明したのは諸説あるんですけども一説によるとまあ南北戦争の時にあの片手を失った兵士がどうしてもタバコを吸いたくてでそれでまあライタージッポライターっていうのをこう発明したっていうふうに言われてます。でストローもそうですねストローもまあ今の ライターをヒントに考えてみてほしいんですけどまあこれはね水を飲む時にコップで水を飲む時は絶対片手が必要ですよね手で持ち上げてコップを口まで持ち上げてそう傾けて水を飲みますでも両手がない人はどうでしょうか両手がない人はまあ水飲めないですよねなかなか。でストローっていうものがあるとまあ両手がない人でもあの水が飲める。 で例えば寝たきりベッドに寝たきりになった人でもこう蓋がついてるタイプの容器に入れてでストローがあればですね寝たまま水が飲めるとっていうような素晴らしい商品ですねでまあこういうものをユニバーサルデザインっていいますで実はね身近にもあって例えばシャンプーって、えっと、これこれ2つ見てもらうとシャンプーの横にはこうギザギザギザってのがついてるんですよ容器の。 でリンスはついてないですよねでなのでこれ目が見えない人でもどっちがシャンプーだったかなーってこう触ってみればわかると。で実は目が見えない人に役に立つだけじゃなくてシャンプーでこう頭濡らしてる時ってこう目つぶってますからこう。 目つぶっってる状態でで手探りでどっちがシャンプーだったかなってかかるとすすごい便利ですよねだからまあ目が見えない人の技術っていうのは目が見える人にも役に立つっていう例なんですけどもまあこういうふうにユニバーサルデザインになってるなってます大手のものは。あと牛乳とかもですねえっとこの「開け口」って書いてある逆側がの上がちょっと引っ込んでますよね。 でこれも、えー、と目が見えなくてもどっちが開け口か分かるようになってるんですねで。あとここに線が入ってるんですけどちょっと引っ込んでる線が。これもまあ1本のやつと2本の側があって、まあ、1本の方が開ける側ですよっていうふうになってます。あと色についてもですね、えー、とカラーユニバーサルデザインっていって、まあ、万人が見えやすいような色を使いましょうっていうそういう運動が最近起こってまして。 例えばこうさっきの東京の路線図ってひど,ひどかったですけどあの横浜は素晴らしくてですね横浜の路線図見ると、えっと、こう線,路の線の中にこう真ん中にねこちょっと濃い線が入ってたりとかこういうなんて言うんでしょう四角いあの模様がついてたりとかですねでこういうことで容易に見分けられるようになってるんですね色だけではなくてこういう形とか色の濃さ ですねそういうもので見分けられるようにできてる当本当素晴らしいデザインでこれ何かの賞を取ったと思います確かであとテレビのリモコンっていうのもあの最近ユニバーサルデザインになりました <laughs> これちょっと笑っちゃうんですけどあのここに色の青赤黄色あ緑黄色っていうのありましたよねでこれが昔はね色着の人分かんなかったんですねあ赤いボタンを押してくださいって言ってもどれが赤いんだろうわ分かんなかったんですけど 今はですね、ここに青赤緑黄ってですねちゃんと文字で書くようになったのであの分かるようになったと、まあ、これも、まあ、一応ユニバーサルデザインということで、あのー、人がねあの作るもの自分でデザインするもの例えばポスターとかその商品の色とかこういう図とかこういうものはちょっと気をつければですね色弱の人でも普通の人でも両方にとって見えやすいと。 というものを作ることが可能です、はい、ただあさっき言ったようにお肉とかトマトとか花とかああいうものは自然のものなのでそのね人間が気をつけるって人間が作るものじゃないのでやっぱりそれはねあのー、見えづらいものが残りますただまあそういうものはあのー、僕が作ったような道具を使ってまあ解決するといいんじゃないかなっていうふうに思います で、えー「色弱の逆襲」っていう話を、えー、としたいんですけれどもこれね色弱の人ってみんな今色弱じゃない方がと色弱の人と両方私のこの講演を聞いてると思うんですけれども色弱じゃない方はねあの今日の話を聞いてあ色弱の人ってかわいそうだななんかいろいろ見えない色があって。 お肉とかもなんかあんまり美味,し美味しそうに見えないからかわいそうだなって思う人もいるかもしれません。でもね。そんなことはないんです。試着の人の方が。すごいっていうこともあります。例えば服でえっと。こんな感じで。まあ、ほとんど黒い服なんだけど、ほんのちょっとだけこう。青いまあ、紺色の濃い服があるとしますよね。 でそうすると色弱じゃない人普通の人っていうのはあのそれは真っ黒にしか見えないちょっと青が入ってるってことに気が付かない方が多いんですけれども、まあ、色弱の人はねすごくそれが青く見えるあのーあ「この服青いね」っていうふうに青に気が付きやすいっていうねことがあります。あと例えば水中とかですね森の中とか吹雪 の時にも色弱の人は実はよく見えるっていう例がありましてこれあの私がハワイに行った時にあのシュノーケリングで撮った写真なんですけどもあのまあ左が普通の人が見える感じなんですけどこれそれ右側がね色弱の人が見えてるカメウミガメですけどどっちが見やすいですかやっぱり右側ののの色弱の人の方が えっと海の中とかは見やすいんですよ。あのー、余計な色でこう惑わされないので。でこれ面白い話があって、あのー、インドネシアの方の島でですねあの魚をこう森,で森で魚をついてで魚を取って食べているそういう民族がいるんですけれどもあのその魚を取る時に夜海の中に潜るんですね。 で夜潜って石の下に隠れてる魚を森でついて取ってくると。でその時に、あのー、普通の人はなかなか魚をこう見つけられないのでまあ漁獲高が少ないんですけど色弱の男の人がですねもうすごいたくさん取れるらしいんですよ魚が。<laughs> で、あのー、その島ではあのー、色弱の人は。 まあ生活力があるのでモモモモテですモテテモテでですその色弱の人の方が子孫をたくさん作るので、まあ、その島はすごく色弱の人口が増えたってそういう話がありますね。でこれ今海ですけどあと例としてはですね森の中であのカブトムシを見つけるとか。 クワガタムシとかカブトムシあれは実は色弱の人の方がすすごく得意なんですよあの,色弱の子供がね森の中行くとカブトムシそこにいるとか,なんかすぐ見つけちゃうらしいんですね。でそういうのも見えやすいあともう一つですねさっき吹雪って言いましたけどこれちょっと,、えー、っと今日東北の方多いから分かるかなえー、っとまあ雪が降って真っ白になって。 でそ,のそれで風が吹くとその一回降った雪がまた舞い上がってあのホワイトトアウトっていう現象が起こりますで。その時すごく怖くてですね私もこう車運転してたら本当に怖いんですけど、ま、全く何も見えなくなるんでで私の友達の,その栗田さんっていう方があのと一緒に車乗ってたんですけどホワイトアウトが起こったんですよ一瞬。であ って言ってたら、なんか栗田さんがもう平気で全然見えるんですよね。そこに電柱あるから気をつけて。とかで不思議だなあと思って。えっとそうしたら栗田さんはまいつでも。あの結構吹雪の中でも結構見えます。というふうにおっしゃってました。で、これさっきのあの？えっと白内障白内障の。 黒地に白と白地に黒問題ありましたよね。あれと多分ね似てるんだと思うんですけど、色弱の方って、あの、周りが真っ白でもですね、普通、周りが真っ白になるとピカピカって光って、眩しくて、で、あの、眩しいことによって細かいことが見えなくなるんですけど、色弱の方はあんまり眩しくならないらしいんですね。うん。なんかそういうこともあるようです。 でまあ、今までいろいろ説明してきましたけどさあ本当それ浅田さん本当にそういうこと言って,ん言ってるけど本当なのっていう人がいると思うのでちょっと例を出したいと思います。これはね実はね色弱の方はすぐ読めるはずです。 で普通の方がなかななかか読めないで皆さんあの子供の頃に石原式の色覚検査表っていうのをやったことあるかもしれないですけどあれはその普通の人はすぐ読めて色着の人は読めないってやつですねそれの逆を私が作りましたこれ読めてる人いるかなチャットに答え書いてる人いるかないないですねこれじゃあ色着の人のシミュレーションしますよ はい読めましたよね46って書いてありますちょっと戻しますちょっとね46の部分だけねちょっと青,青が濃いんですねうんはいだからね色弱の人の方が、まあ、読めることもありますでまあここから考えるとどういうことが言えるかというと まあ一般型色覚ってさっきから普通の人って言ってますけどまあ大多数の人ですね95%の人とまあ残りの5%の色弱の人実はまあ一般型の人の方が優れていて色弱の人が劣ってるわけではなくてまあ一般型の人が得意な部分と色弱の人の方が得意な部分っていうのがこうそれぞれあるっていうだけなんですね。 だから色弱だからって言ってこう人より劣ってるとかあのねバカにしたりとか知ってはいけなくてもうその得意な部分が違うだけなのでまあそれをあのお互いねその不得意なところはこうお願いして相手にお願いしてで逆に相手が不得意なところは自分がねやってあげてで協力し合ってやっていくとすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。 だから色弱っていうのは、まあ、個性であり、まあ、人間の多様性の一つだっていうふうに私は思っています。だからまあ協力して良い社会を作りましょうってことですね。で今日の話、えー、全部まとめますと、まあ、障害とかですね、あのーまあ、病気っていうのはまた別なんですけど障害とかっていうのは、まあ、社会が作っている。だからそうじゃない 解決策を、ね、社会の方で例えばユニバーサルデザインとか技術で何かを作るとかですねそういうふうに対応することによって、まあ、障害はなくなるわけですだから社会が障害を作っているでデザインとか、まあ、技術それとか人の心ですね偏見をなくすとか,だかそういうことによって、まあ、障害っていうのがなくなる、うん、で、まあ、多様性をみんなで認めていって でお互いの得意なところを持ち寄ってですね、あのー、いい社会を作りましょうとっていうのが、えー、今日の私のお話でした、はい、ありがとうございました。